坂本直たり安政2年12月4日は、江戸時代末期の土佐藩合氏。坂本屋台三代当主。通称は常八郎、後長兵。衛。隠居後に八兵と称したため、坂本八兵の古障でも知られる。坂本龍馬の父である。完成九年、土佐郡塩江村地区の白札合氏、山本家当主、山本新方の次男として生まれた。幼少期から槍に引いて。 後年は免許改伝の腕前を誇った。十六歳を数えた頃、郷氏坂本家の婿養子として入籍、坂本直澄の娘、坂本美幸の夫となって、郷氏坂本家の三大当主となった。ほどなく長男の直法が誕生した。この時、直たり十八歳と言われる。その後、龍馬に至るまで二男三女が誕生した。弓や槍などの武芸に優れていたと言われるが、 初や和歌、学問にも精通し、人となりすみただ、区間頂戴、弓、創実を良くし、農書にて、和歌に長競りと評された。また、城下においても富を築き、城下久保と呼ばれるほどの経営手腕を見せた。龍馬に対しては、幼少期から厳しかったと言われ、幸の泣き器清穴龍馬に対して憂いたという。後年、龍馬が江戸に、 剣術留学のため出立する際には、ただたかを忘れることなく、修行に励み、金銭を費やさない、式場に心を移し国家の大事をおろそかにすることの、ないように、という意味からなる参加条を歌った、修行中心得体員を送った。ありがとうございます。